質問来てた。デュエプレ YouTuber って大変ですか？結論、バンジョーです。え、どういうこと？基本的に自分のね、好きなゲームをやっているだけなので、全く大変ではないんですが、たまにね、デュエプレをしてるだけなのに、声がキモいとかね、喋り方がキモいとか、冒頭いらんねえクソがあってね、言われるんで、全く大変ではないです。社会人のね、友達が、彼女とデートしてる中、僕は部屋でね、一人しかギャラクティプロテクトさせましたし、友達がね、LINE で結婚報告をしてる中、僕はね、バルガライズをね、部屋で一人進化させてましたし、友達がね、彼女の誕生日プレゼントをね、買ってる中、僕はね、ショップでジェムを買ってましたし、そして友達がね、出世してマイホームを購入してる中、僕はね、彼女に振られてました。ほらね、デュエプレ YouTuber って、全く大変じゃないです。今後の俺になんか幸あれ事務所。はい、どうも皆さん、ハーバンはユハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、石碑アマテラス使っていきたいと思います。これまでね、翔さんからライブ配信にて、敵コードをね、いただきました。本当に。ありがとうございます。まあね、アマテラスなんですけど、こいつね、11ラン環境でね、多分一番やってるカードでして、まあ、種族にこいつ自身もね、侍がいるんですよ。なんで、グラビティゼロ条件をね、満たす、侍5体目、まあ、アマテラスを5体目に出してあげて、石碑をね、アマテラスの能力で打ってあげれば、そのターンにアマテラスと牽制ドラゴンがね、爆誕すると、アマテラス、牽制というね、盤面をね、一旦で作り上げることができるということで、マジでね、ぶち壊れてますよね。で、今回、武者レジェンドとか、モノノフもね、採用してるんで、シールドをね、燃やしまくれますし、まあ、斬撃とかでね、その他に全てアマテラスも牽制2体もね、スピードアタッカー得るっていうね、めちゃくちゃ最強の盤面がね、出来上がるということで、これだけマジでね、勝てます。バルガライゾーにも、バルガライゾーかもです、コンデッキ。最速決めてさえしまえばね、コントロールデッキも、まあ、ビートタイムもね、勝つことができるということで、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければ、チャンネル登録、高評価もね、年内チャンネル登録者5000人目指していますので、よろしくお願いします。ということで、早速、社の方に行きましょう。映像。はい、ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドが、アマテラス、そして武者レジェンド、ボルト、シローバルト、デュアルスティンガー、そしてアマテラスで始まったオープニングハンドなんですが、相手のデッキタイプ的に、これは多分あんまりデュアルスティンガーは刺さらないので、スティンガー置いて武者レジェンド、ボルト、斬撃、なんかアマテラス、石碑、そして牽制ってね、動いていければ良さそうですが、さあ、バルガライゾーですね。ライゾー結構ね、石碑する前に、おっと、ここで牽制2枚目なんで、まあ、デュアルスティンガー絶対刺さんないんで、スティンガー置いていきましょう、武者レジェンド。石碑打つ前にね、牽制がめちゃくちゃ連なりそうですが、それだけは避けたいですね。さあ、ベティス置いて、エコアイニーとかだったらきつい。オッケー。ギリいけましたね。であれば、ボルト置いて、いや、牽制もう1枚縦落ちじゃないことを祈って、牽制置いて、さあ、ボルト斬撃。ボルト、アマテラス、石碑、牽制とかできるかな、これね。できたら完璧なんですけど。でも、赤ギガルムスとかでね、小粒処理されると結構きついんですけど、さ、ザーク、ピッチ、ザック、ピッチ、ザック、オカロのフェアリーライフ。次、ロマナフじゃなくて、ロマネスク。掘られるとちょっと嫌ですね。さ、試練レジェンドなんで、試練レジェンド置いていきましょう。斬撃、マッハ、アーマー。で、次に、次なんかあるかな。さあ、スペルデルフィン置いて7マナで、さあ、ジャックライドでライ回収だね。ライズを回収してきて、ギフトがなければ、これライフとか打ってこないよね。危ない危ないと。怖いね、本当に怖い。であれば、ここは、ツバメ返し置くかな。ツバメ返し置いて、いや、城をツバメ返ししたかったけど、アマテラス置けないし、牽制も置きたくないっていう、このジレンマですよね。まあ、しょうがないね。ツバメ返し置いて、ボルト、シローバルト。これで、斬撃、マッハ、ああ、試練レジェンド一応、やっときますか。んで、クロスをして、もう待つしかないですね。まあ、雷蔵はそこまで、トリガーはないので、ここで一応赤ギガルムスケアして盤面をやっとけば、このターンにギフトとか打たれないで、ライズを着地されなければ、アマテラス、石碑、牽制、全突破できますね。モノノフとかね、来てくれると、なおありがたかったんですけどね、シード焼却して、まあ、でも赤ギガルムスしか入ってなさそう、プラスベティスか、デュアルスティング、うわ、ギフトあんのかよ。
下振れを祈るしかないですね。これはもうギフトってずるいカードよな本当に。さあ行きましょう、バルガライゾーと行きましょうって行かれる側なんですけどね僕は。下振れろマジで、下振れろ、そしてハス振れろ。パーフィンとかをね引き込んでこれればギリワンチャンあるのかな。ザーク、あ下振れたね、相当下振れてくれた、相当下振れてくれた。プラスザークピッチもスピードアタッカーを得ない。ジャックライドで2枚目のこれ買ったんじゃないか、ギリ雷蔵の下振れがありますね。さあトリプルブレイクで、さあこっちもトリガーはない。モノノフとか引けばむしろ全然ありなんだけどな。さあパーフィン強い、でもいいか。でも打点として一応出す、いや出さなくていいか、パーフィンは出さなくて良いと。さあトップが試練レジェンドなんで、試練レジェンドを置いて、もう斬撃か、斬撃置いて行きましょう。アマテラス、我らは原初ですよ。でしっかりとこれ石碑あるか、石碑があると、石碑打って、さあ剣聖を出す、剣聖が山札にいれば剣聖が出てきてくれる。さあ出てくる、完璧で、ここでクロスするのが一応剣聖にクロスして、いやでもいいか、アクギガルムスケアでいいでしょう。で対戦、あざしゃー、はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドがボルット、そして掃除アマテラスからの石碑、まあここで石碑がもうバレちゃうんですが、まあもうしょうがないですね、さすがにこれ石碑を犯してくれと。さあトップオブザレックが武者レジェンドなんで、ボルト置きながら行きましょう、武者レジェンドで。次水マナ引けなければアマテラス置いて掃除でボルトで斬撃持ってきて踏み倒してっていう感じが一番強そうですね。さあ相手グランドデビルデッキですね。さあメディカルアルナイル、これねグランドデビルのね名前好きなんだよね。メディカルアルナイルとかスナイプアルフェラスとかさ、めちゃくちゃ語呂良くないですか、めっちゃかっこいいと思っちゃうんだよな。ミスティックガストゥールとかもなんか語呂がいいんだよな、めちゃくちゃ。さあ相手はスナイプアルフェル、アスティマートか、なるほどな、結構それ厄介ですねアスティマートは。でこれは殴られると、それちょっと嫌でしたね、ワンテンポ遅れちゃいましたねこれで。さあ殴られるときにさ斬撃を持ってくると、であればもうボルトいらねえんじゃねえか疑惑が勃発してきますが、でもこれさすがに斬撃置いて掃除を出すしかないですねこれ。でボルトで斬撃で、まあマジでワンターン遅れましたね、ワンテンポ遅れてしまう。これアステマード連打とかガチでやめてほしいんですけど、もう勘弁してくれよそれは。さあめちゃくちゃ害悪な動きされてますねこれで。殴られてパーフィンとか逆に、いやでもパーフィンダメか、逆に戻う、パーフィンで戻さない、逆にこれはもう侍強いな、試練レジェンドも強いですけど、これロイドゴエモン置いていきましょう、掃除でいいかな、またまた掃除で、でクロスして取りましょう。で次ボルト斬撃で殴るときに試練レジェンド踏み倒して破壊でもいいっすね。メディカルアルナイルは強い、またアステマートルは来ないよな、えぐやばすぎだろマジで、血管ぶち晒すぞ俺、アスティマートルそんな引く、マジ飲み込まれそうだよ本当に。さあ掃除を引いていく、トップが石碑なので、いやーこれマジですこぶるめんどくさいできたとっちまったな。であればこれも試練レジェンドで破壊してアマテラスで斬撃出しましょうか、アマテラスで斬撃出して、石碑はもうなんか手打ちでも良さそうな感じで見えてきましたね。これもうアスティマートガチ害悪やわ。さあネプチューン、さあバイケンスダシ、まあもうダブルブレイカーっていう、もう打点って感じやな。さあこれもあんま掃除置いて
アマテラスで、これはもう石碑を、石碑じゃねえわ、アマテラスでこっちか、斬撃を出したい。さあ斬撃マッハアーマーで、次モリモリクロスしてバイキン取って、まあ多分スピードアタッカーはねいないと思うので、またあれが来たらうざいですけどね、アステマート。これマジでアステマート乗ってきたら切れるよ、そろそろ。いよいよ持って切れるよ本当に。さあオッケー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 、であれば大丈夫さ。試練レジェンドトップしてきて、これ試練レジェンド出すしかないのがやばいか。あ、でもこれモノノフから入ればいけるか。モノノフ石碑、これワンショットするしかなくなってきたね。さあで剣聖で石碑、石碑を打つ、石碑剣聖で、剣聖が出るで、剣聖を出す。これグランドデビルだけだよね。でこれはクロス祭り、まあ、一旦斬撃クロス、これもう行くかワンショット。でもジャラとか入ってたんすよね、ジャラとか入ってたんで、それだけがねガチめんどくさいんですが、さすがに、いやーこれどうする、ジャラとか燃やせればいいですけどね、どうするこれ。まあさすがにこうか、さすがにこうでしょ。もうアスティマートは知らんって感じだな。こうでターンを終了しましょうかね。これは次で良さそうだね。でジャラ出てきたら2枚目の牽制で燃やしながら戦うこともできるんで、オッケー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 、これマジで怖いわ。殴る、ジャラ燃やせ。さすがに勝ったか。オッケー、もう怖すぎる、マジで明日のこと地獄だった本当に。もう本当に頼むよ。なんでこれバイケン出てきたらきついか、 MRJC んで対戦あざした。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドがロイドゴエモン、そしてアマテラス、試練レジェンド、モノノフルピアと、さ地獄みたいなねハンドなんですが、さあ相手はガルビリアスを置いてきてターン終了と。さあめちゃくちゃポーカーですね。どっちかって言ったらまあ掃除とかから入りたいですね。掃除を出して、オッケーオッケーオッケー、音声認識、掃除を出して、コスト、まあ、クロスゲーム、まあ、試練レジェンドでもいいか、試練レジェンド踏み倒して、まあ、モノノフ、アマテラス、まあ、斬撃をね、踏み倒せるのが一番強いんですが、さあ、相手下振れてくれて、とてもとても助かっておりますと。さあ、パーフィンなんで、パーフィン置いて、さあ、行きましょう、掃除。今のところ踏み倒せるのが試練レジェンドのみなので、次、まあ、モノノフ出して、まあ、トップ次第なんですけど、まあ、モノノフ出して、試練レジェンド踏み倒してって感じだな。相手はエコアイ2、ボーアイ2、愛してるのサインと。さあ次ボルト強いであればもうこれロイドゴエモン申し訳ないんだけど置かせてもらって、さあボルト、白ボルト、赤毛ガルムスだけ踏まないように頑張りたいですね。さあ斬撃をしっかりと持ってきて、さあ殴る時に、さあ斬撃マッハアーマー、これはもうしょうがないですね、これするしかなくて、トップがボルトでもダメで、次の次のターンですね、最速で剣聖出せるとしたら、もうギフトとか入ってたらもう間に合わないんですが、さあ龍戦ロマネスク、これもうめっちゃきつい、この時点でめちゃくちゃきついんだよな、この時点でただただきつい。モノノフ無理か、剣聖をサーチしてきたとって、さあトップ掃除、トップ掃除ですが、これモノノフ、モノノフ掃除剣聖いけるか、強っ
もうシンプルにこれ踏み倒しとかじゃなくて、シンプルに剣聖が強えわ。剣聖がやってるね、この感じ。リーサル、いやでもバルガライザーしょうがなくないか。バルガライザーこれぐらいしないと勝てないってことなんだろうな。ただギフトあったらバルガライザーさっき言ったら出てたっていう。ほんと恐ろしいですよね。さあシールドを焼却しながらアマテラスじゃなくてロマネスクを破壊して、さライフを処理して、これ買ったんじゃないか。さすがにホーリースパークとか入ってない構築ならこのまま買った臭いですけどね。どうなんでしょうか。まあアマテラス出す前に勝ってしまったということで対戦あざした。はい、ってことでね、石碑アマテラスいかがだったでしょうか。かなりね楽しいデッキなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録高評価もねよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。